年初めてのお冬毛でこれに出るって決めてたんで1位を取りたくて来たんで、本当に1位を取れてすごく嬉しいです。最後のステージが楽しいというかドキドキしました。会場はなんか毎回思うんですけどすごく凝っていて、運営さんがすごくライバーさんやリスナーさんのためにしてくださっていることに心から感動します。まさか1年半でここまで来れるとは思ってなかったんで、これからも活躍我慢するライブでできていけるように頑張りたいです。